家康は上洛を果たした信長との盟約に従い、三河伊東への勢力拡大を画策していた。そんな折、甲斐の武田信玄より使者が訪れる。それは共闘して駿河の今川家を攻めようという誘いだった。今川家は桶狭間の敗戦以降、王子の勢いを失っており、信玄の誘いは徳川にとって渡りに船と言えた。しかし家康の妻瀬名は今川家一門の出である。駿河攻めは瀬名に辛い決断を強いることとなった。駿河侵攻。瀬名、私は駿河を攻めることにした。何ですって？駿河は今川の本拠よ。織田に寝返った挙句九州を討とうだなんて。しかし私は。なんてね。いいわよ、分かってるから。信長に三河伊東の攻略を託されたんでしょ。私は桶狭間で叔父様が死んだ時に徳川と共に歩むと決めたの。だから私のことは気にしないでいいわ。あんたは徳川のためにやるべきことをやりなさい。瀬名、すまない。そなたの覚悟を無駄にしないためにも必ず勝利してみせよ。真髄を見せん。格の違いを見せてやるわ。殿、こたびの教頭礼を申す。こちらこそ。今川を討たねば三河の平穏はありません。信玄殿の助力を得られたこと幸いに存じます。駿河攻めは三河の平穏のためだ。いえ、それだけではありません。駿河進出は織田信長の盟友として果たさねばならぬ使命で。家康殿には己の野心というものがないのか。まあよい、武運を祈る。はっ、信玄殿もご武運を。
田勢と共に今川を討つ。みんな進むぞ。徳川が動いた。我らも行くぞ。今川を包囲せよ。優勢とはいえ何が起こるか分からない。味方本陣の状況には気を配っておかねば。このままでは今川が滅んでしまう。敵将おふったり。悔しいな。ここまでか。さすがに武田勢は盛況だな。我らも負けてはいられないぞ。順調に進んでいるな。吉本校を失った今川はやはりこの程度か。開門。やっているようだな。どれ半蔵に恩でも売りつけてやるか。あれは三代何をしにここへ。愚かな。悪が違う。ここは引こうかあるまい。今川が相手でも迷ってはダメ。私は徳川と共に歩むと決めたんだから。今は自分の役目を果たさなきゃ。太郎、このまま包囲を進めよう。亡き吉本様のご恩に報いるは今。この命に代えても氏真様を守らぬ。どこを見ている。抜けてみよう。ここを抜けたけば拙者の首を取っていけ。徐々に包囲されているようだ。もうどうにもならぬのか。伸びゆく死刑に宙を尽くす。この乱世に珍しき武者。開門。今川をさらに攻め立てよう。一気に終わらせて楽にしてやれ。武田にばかりやらせるかよ。俺がいるってとこ見せてやるぜ。今川の将を揺さぶってやるか。こういうのは手際よく行う。まだまだ押してまいる。まだまだ押してまいる。囲まれたか。もう終わりだ。抜けてみよう。上杉謙信、駿河に正しきを示すため推参。意を知らぬ外道どもに鉄槌を下すべし。勝利条件変更。抜けてみよう。おお、まさか上杉が来てくれようと。急げ。徳川本陣をかき乱してやれ。まずい。我らの本陣に上杉勢が迫っているぞ。もはや今川にとどまることはできぬ。受けてみよう。武田本陣も踏み散らしてくれん。受けてみよう。我が
本陣を狙いおるか。急げ。急げ。どこを見ている。この混乱に乗じ剣心殿と合流しようぞ。開門開門。なんとかしのげたようだ。急げ。侵略すればの披露だ。無事ザネが飛び出してきたよ。早急に追い詰めましょうぞ。敵将潰したり。耐えきれ、聞かせてもらう。ウジザメが私のもとへ向かっているか。ならば庇護せねばなるまい。すごい、お見事です。相手は信玄、さらなる一手を打たねばなるまい。密かに兵を進めよう。剣心ならばまだ何か仕掛けてる。小攻めを出して警戒させておけ。そこをどけ。私は諦めぬぞ。剣心殿と共に戦うのだ。私の出番。受けてみよう。父上、申し訳ありません。今川の意向、私の代で自由ことに。どこを見ている。すまぬ氏真、そなたの胸、この剣心がしかと受け止めたぞ。使ったか。構わん、このまま攻め立てる。まだまだ押してまいる。押し返せたようだな。この間攻勢に出るぞ。奮起せよ。武田に遅れを取るな。敵将を振ったり。耐えきれ、聞かせてもらう。受けてみよう。主家を裏切りあだなす非道、許すまじ。今川を恐れて従っていたのみ、正当な主と認めていたわけではありません。意地は見せたわ。もうよかろう。なんと素晴らしき戦果よ。恨まば恨め。かなう相手ではなかったか。受けてみよう。この俺の後輩をつくつもりか。受けてみよう。待てよ。敵将を振ったり。かなう相手ではなかったか。あっぱれ、我らも続け。目が甘かったな、剣心よ。意地は見せたわ。もうよかろう。略すればの披露だ。歯応えのないことだ。略すればの披露だ。
進言。よかろう。来い、剣心。ないことだ。敵将、悪魔潰したり。かなう相手ではなかったか。お見事にござった。ここは引くほかあるまい。横槍が入ったが片付いたようだな。勝つには勝てたが、武田や上杉に比べ我らはまだ未熟だな。瀬名、辛い戦いを強いてすまなかった。辛いですって、バカにしないで。私はそんなにやわじゃないわ。そうか、すまない。謝ってばっかり。私に同情しているの？だとしたら勘違いもいいとこだわ。私は徳川とあんたと共に歩むと自分で決めたの。決めた以上は足を引っ張りたくないし、役に立ちたい。それでよかったのよ。それよりあんたは考えることがあるでしょう。この先も道は険しいわよ。セナ、ありがとう。これからも未熟な私を支えてほしい。仕方ないわね。私がちゃんと見ててあげるから、徳川の当主として立派に戦ってみせなさいね。武田信玄ってのはおっかねえ野郎だったな。敵じゃなくてよかったぜ。だがいつ敵として対峙することになるかわからん。我らも武田に対抗できるだけの力を蓄えねば。そうだな、もっと強くならねば兄上の役にも立てないだろう。では俺はこの辺で引き上げますぜ。桃地殿、こたびは加勢いただき助かりました。半蔵、見送って差し上げろ。はあ。お前と一緒に戦ったのはいつ以来だ。楽しかったぜ半蔵。三代よ、お前は伊賀忍団を抜けた俺を恨んでいるものと思っていたが。過ぎたことだ。もう気にしちゃいねえよ。何かありゃ声をかけてくれ。じゃあな。相変わらず腹の読めぬ男だ。